栗山監督、たった一つだけ大谷に頭が上がらないことがある。3日14時過ぎ、県営名古屋空港に到着したエンゼルスの大谷翔平。白のプライベートジェット機の扉が開くと、黒のジャンパーに白い T シャツ、スニーカーといった、ラフな服装で姿を見せた。笑顔でタラップを降りる姿は、まるでハリウッドスターのようだ。大谷が利用したビジネスジェットの価格は、日米間の移動で、約2000から4000万円が相場で、片道でも1000万円以上はかかる計算になる。ところが、今回大谷が乗った飛行機は、それらの相場をはるかに超える費用がかかったという。大谷の年俸は、推定3000万ドル。約40億5000万円。4000万円は、そこまで痛くもないのかもしれない。飛行機飛ばすのにそんなかかるんか。100円とか落としたら拾うんかな。NPB に請求しとけ。金持ちは、お金で時間を買うために、プライベートジェットを使うと言われるけど、スポーツ選手も一流どころになると、より良い体調管理のためにプライベート機を使うことが多いようで。別に大谷がプライベートジェットで移動することに違和感はないが、政治家が無賃でグリーン車を乗り回していることに違和感を感じる。年俸43億円で4000万円の交通費ということは、年収430万円の人が、交通費4万円を払うのと同じ感覚じゃないのかな。それに、必要経費として認められるだろうから、その納税額も変わるでしょう。こう見ると、世界一のスターになってしまったんやな。ってなる。わざわざプライベートジェットまで用意したのに、ずっと監視されて大変やな。この金額だと家建てられるやん。チャンネル登録よろしくお願いします。